スコラスティック・ムカソンガは、ルワンダに生まれ、フランスで活躍する小説家、社会福祉士。1994年のルワンダに0 0で、土族の家族、親族37人を失い、10年後に初めて帰国を果たしたとき、記憶を継承するために書くことを決意。2006年に、自伝的小説、イニエンジもしくはゴキブリを発表。 2012年に発表したナイルの聖母マリアでルノード賞を受賞アフガニスタンの亡命作家映画監督アティークラヒーミーにより2019年に映画化された執筆活動の傍ら現在もカルバドス県で社会福祉士の仕事を続けているスコラスティックムカソン側1959年ルワンダ南西部ブルンジと国境を接するギコンボロ州のルクララ 川沿いの地域に生まれた。姉二人、兄二人、妹二人の七人兄弟姉妹であった。当時ベルギーの委任統治下に置かれていたルワンダでは、牧畜民族で、ハム系の土族がエチオピアから移住して、農耕民族のフッツ族を支配し、文明を伝えたとする人種理論、ハム仮説により、土族はベルギー植民地当局に優遇され、1930年代以降は、 身分証明書にに人種が記載されるようになった。1959年7月25日に、ルワンダ国王のムタラルダヒグワが急死すると、土主体の王党派がこれを、ベルギーの暴略だと考え、9月に反ベルギーを唱える土中心の政党、ルワンダ国民連合を結成。一方、フッツは10月に、フッツ解放運動党を結成した。 11月1日の万政節の日に、ルワンダ国民連合の支持者が、フッツ解放運動党の指導者の一人であったドミニク・ムゴニュムトゥアを襲撃し、大規模な武力衝突に発展した。最終的に多数派のフッツが権力を握り、ベルギー当局はフッツを支持し、地方行政当局の約半数をフッツに交代させた。政治、社会構造が大きく変化し、カトリック教会も、 また、ッツを支持少数派の土族の多くが、近隣諸国に逃れ、難民となった。1961年、王政が廃止され、フツ系のグレゴアール・カイバンダが共和国大統領に就任。1962年7月に、ルワンダが独立すると、以後、民族ごとに、雇用や教育の機会が割り当てられるクォータ制が敷かれ。 少数派の土の社会進出は著しく制限された。土難民は独立後に、たびたび武力進行を試みた。海ン田政権は、難民武装勢力を、イニエンジと呼んで撃退し、組織的な迫害を加えた。国外に逃亡しなかった、土族は強制移住させられ、国内難民となった。ムカソンガの一家は、現在のルワンダの首都キガリから南に約40キロの、 ところにあるニャマタに追放された。一家は1960年にニャマタのジタガタという村に定住した。大型の草食動物が群れをなして住む熱帯草原地帯で乾燥して暑く、雨もほとんど降らないため、井戸が枯れることもしばしばで、ツェゼバイが生息し、アフリカ睡眠病が蔓延していた。ムカソンガの父コスマは第一次大戦中に生まれ、 1920年代に、キリスト教が普及して学校が建てられるようになると、当時植民地当局との交渉に使われていた、スワヒリ語を学び、当局で会計補佐を務めていたが職を割れた。母ステファニアは牧畜を営んでいたが、移住後は裏庭で薬草などを栽培していた。ムカソンガという名前には二つの意味がある。一つはルワンダ語の、マタカという意味であり、これは、 父子妻が、すでに娘二人、息子二人が生まれた後に再び娘が生まれた時に、叫んだ言葉であった。当時、娘の誕生はあまり喜ばれず、理想の子供の構成は、息子五人、娘二人であったからである。もう一つは、ルワンダ語で、の、女を表す、ムカと、頂点を表す、ソンガの組み合わせであり、頂点を極めた女の意味である。これは、生き延びて、 家族の記憶を継承して欲しいという父の願いを表すものであった。昔恩賀の後にさらに娘が二人生まれたため、彼女は三番目の息子として育てられた。にゃまたに定住したのは、彼女がまだ四歳の時であったが、父の仕事を手伝い、母と一緒に畑仕事をし、焚き拾いをした。母の畑の一角を自分の土地として与えられ、 収穫した作物を売り歩いたりもした。一家は日々フッツ族からの迫害と暴力にさらされていた。母は攻撃に備えて隠れ家を用意し、家の中にトンネルを掘った。父は娘に死を逃れる。唯一の方法は勉強をしてルワンダを去ることだと教え、木狩りの名門校、ノートルダムドシ等を受験させた。試験当日には娘が逃げ出さないように、 棒を持って試験室の前に立っていた。ノートルダム女子等は市等会が運営する寄宿制の女子校で、木狩りの有力者の娘たちを良き妻、良き母、良き市民、前期カトリック教徒に育てるための学校であり、卒業後には政略結婚が待っていた。なお、1959年にルワンダに生まれ、ベルギーで活躍している3歳下の作家マリー。 ビアトリス・ウムテ氏も同行の出身であり、フツ系のウムテ氏は1994年に土系のルワンダ愛国戦線を中心とする政権が成立した時に難民となって旧ザイールに避難し、4年にわたって難民キャンプで過ごし、この経験を逃げるかザイールで死ぬかとして2000年に発表している。当時は常実のクオータ制によって、 生徒数に占める土族の割合が10%に制限されていた。ノートルダム都市等のような学校もルワンダ階級社会の縮図であり、フつの生徒と土の生徒の間に対立があったため、ムカソンガは他の土の生徒と一緒による宿舎の消灯後にトイレに隠れて勉強し、すでに恐怖心、警戒心からほとんど眠らないのが修正になっていた。 1972年に北部の仏系軍人、政治家からの圧力が強まり、仏族内部の対立が生じた。隣国のブルンジでも、仏族と土族の対立が激化し、同年に少数派の土による支配に不満を抱いていた。仏の反乱が起こり、軍隊によって弾圧され、仏族10万人が殺害された。カイバンダ政権は、 土族への脅威を煽ることで内部の衝突を回避しようとし、1973年2月に高等教育機関や官庁から土族を排除した。だが、こうした混乱の中で1973年7月5日、同じく二系のジュベナール・ハビア・リマナが、カイバンダ政権をクーデターで倒し、新政権を発足した。この年、中東教育を終了したムカソンガ すでに教員をしていた兄アンドレと共に、ブルンジへ行くよう父に命じられた。まるで大洪水が起こる前に、種を絶やさないようにと、男性一人、女性一人を、ノアの箱舟に乗せるようなものであったとムカソンガは、10回する。ムカソンガとアンドレは深夜、しのく、雨の中何時間も歩き続け、ブジュンブラに着いた。彼女を何としても、学校へ入れようとした父には、 さらに生き延びるためにフランス語を習得し、リプロームを取得するようにと繰り返し言われていた。ムカソンガは、ギテガの社会福祉士養成学校に入学し、1975年に国家資格を取得した。社会福祉の仕事を選んだ理由について、彼女は、もし学校へ行かなかったら、農業以外に仕事はなかった。だから就学できずに農業をしている女性たちのために、何かしたかった。 そのために女性がつける仕事は当時は社会福祉しかなかった。私が勉強をしたのは彼女たちのためだったと説明している。資格取得後、国際連合児童基金の仕事を得て、念願通り農村の女性たちの支援に当たった。ギテガの農村で5年ほど仕事をしている時に文化省からの依頼でブルンジの伝統について調査していたフランス人の男性に出会って結婚。 に死をもけた。夫の転勤でジブチ共和国に越し、1992年に夫の帰国に伴ってと途つ、夫の故郷ノルマンディ地方のエルサンクレールに今日、定めた。ムカソン側引き続き社会福祉士として働くことを希望したが、ブルンジで得た資格はフランスでは通用しなかったため、改めて社会福祉士養成所で勉強して受験し、資格を取得した。 1996年から翌97年まで、カーン大学の学生の支援をし、1998年から現在に至るまで、家族政策の策定に関わる全国家族協会連合を構成する、カルバドス県家族協会連合の社会福祉士を務めている。また、この一環として、カルバドス県の県庁所在地カーンから10キロほどのところにある海辺の町ウィストレアムで、 移民の支援をし、このために行政と衝突しながらも何度か新聞に記事を掲載するなどして地元の支持を取り付けた。ウィストレアムの移民は、ここから英仏海峡を越えてイギリスに渡ろうとする若者たちで、ムカソンガは欧に対する憧れや聖王人の優越性の概念は批判しながらも、これは植民者によって植え付けられた考えであり。 簡単に捨て去ることができるものではない。しかも移民たちには故郷に残してきた家族との絆がある、どれほど辛い生活を強いられても希望を捨てることは許されないのだと、1973年にブルンジに着いた時、故郷の家族の運命を背負っていた自分自身の姿に重ねている。昔ンガが突出したのはルワンダ虐殺が起こる2年前のことであった。父からの手紙には、 いつも、いつになく、雨が降ると書かれ、1992年に、にゃまたで始まった、虐殺のことを案に示していた。不安と絶望に苛まれて過ごした、数ヶ月の後、一通の手紙が届いた。虐殺された、家族、親族37人の名前が書かれていた。生存者の罪悪感のために、卵のように脆くなったムカソンガは、以後10年間、 ルワンダに帰ることができなかった。2004年に初めて自他型の村に戻った。何も残っていなかった。妊娠していた妹ジャンルが避難所であったニャマタ教会へ向かう途中で腹を裂かれて死んだことを知った。現在ニャマタ虐殺記念館となっているニャマタ教会には地に染まった衣類や祭壇布、血を浴びたマリア像が残されていた。納骨堂には 頭蓋骨が並べられていたが、識別できない。ムカソン画は、家族のために描こうと思った。家族を忘却の淵から救い出し、イニエンジと呼ばれた彼らに尊厳を与え、記憶を継承するために、紙の破壊を立てなければならないと思った。2年後の2006年に、イニエンジもしくはゴキブリを発表した。常述の歴史と個人史を描いた自伝的な小説で、語り手、私の名前は、 スコラスティカムカソンが登場人物の名前もほとんどが実名である。さらに2年後には母の思い出を綴った、裸足の女を発表した。作家自身の名前がそのまま語りて、私の名前になっており、彼女自身の母の人生について語るという意図が明確に示されているが、前作のような歴史的背景にはほとんど触れず、日々の生活や農作業、伝統的な行事などが、 細やかに描かれている。2010年発表のリギフは、副題をルワンダ短編集とし、子供時代の上の経験をめぐる回想牧畜から濃厚に移行せざるを得なくなった生活、生き延びる術として身につけた恐怖心、ノートルダムド死等を卒業した女性の悲劇など、全二作に描かれたルワンダの歴史、土族の生活や伝統を背景とする5編の、 短編小説を収めている。2012年に発表したナイルの聖母マリアは最初の長編小説で実体験に根ざしながらもフィクションによって初めて可能となる新たな次元を切り開いた。これは一つにはルワンダでタブーとされ、ルワンダ語には存在しない言葉や概念などをフランス語では自由に表現できるためであり、これによってルワンダの現実に即した。 これまでの作品から父のおかげで学ぶことのできたフランス語の可能性を追求する作品へと転換を図ることになった。小説の舞台となる学校は母校ノートルダムド首都をモデルにノートルダムデュニルと名付けられた。ナイル川の水源とされる標高2500メートルの山岳地帯にある寄宿制の女子校である。ムカソンガの母校と同様に修道院が経営する。 有力者の娘たちのための学校であり、従って女生徒一人一人が父親がルワンダ社会において担っている役割を反映し、しかも植民者によってもたらされたキリスト教の教義に基づく教育が行われている。時代背景もルワンダクーデター前夜の混乱からムカソンガ自身が祖国を後にすることになった1973年に設定され、 生徒数に占める土族の割合も10%で、20人のクラスに土は2人である。ムカソンガはこの作品において、和解のためにはまず、なぜ分裂したかを理解しなければならない。そのために、ルワンダ虐殺につながった憎しみの連鎖が、どのように生じたかを説明したかったという。本書の書評でも、恐怖、像への道を余儀なくされた社会を描いている。 最終的に1994年の虐殺に、繋がった社会的、人種的衝突の一場面であると評されている。ナイルの聖母、マリアは2012年のルノード賞を受賞した。ムカソンガは、ルノード賞は彼女にとって、賞ではなく一種の承人であって、家族が私に期待したことが正しかったと認められた、父が、ムカソンガという名前に込めた期待。 頂点を極めた女という役割を果たしたと感じている。ナイルの聖母、マリアは、ルノード賞のほか、アマドクルマ賞、フランス語圏大使賞など多くの文学賞を受賞した。2013年9月の16日から27日まで、ルワンダフランス研究所のレジデンスとして、キガリアニャマタで多くのリセを訪問し、こうした功績により、同月、 芸術文化勲章シュバリエ賞を授与された。2018年に発表した、こんなにも素晴らしいディプロームは、娘がルワンダを去って生き延びるために何としても、ディプロームを取得させようとした父に捧げる本である。ムカソンガは、ブラジルを訪れ、サンパウロで開催された会議である女性に、作品における女性、特に母の重要性について評価された後、父親が描かれていないことを指摘された。 実際、父の命令に従ってフランス語を習得し、資格を取ったから、虐殺に会うことなく生き延びて、家族の記憶を継承することができたにもかかわらず、その父を作品に描いていなかったこと、しかも、彼女自身がそのことに気づいていなかったことを知らされて、打ちのめされたという。こうして彼女は、今度は、父が生きた証としての、紙の墓石を立てようと決意した。2019年に、 ナイルの聖母、マリアがアフガニスタンの亡命作家、映画監督のアティークラ・ラヒーミーによって映画化された。本作品は2020年のベルリン国際映画祭でクリスタルベア賞を受賞した。また、ムカソンガのイニエンジもしくはゴキブリ、裸足の女、ナイルの聖母、マリアは英訳され、それぞれ2017年ペンセンター。 USA 文学賞2019年全米図書賞2016年国際インパックダブリン文学賞の最終候補に選ばれた。ムカソンガは影響を受けた作家について諸女作イニエンジもしくはゴキブリを発表した後ホロコーストの文学に関心を持つようになったとし特にエリビーゼルにプリーモレービに深い共感を示している。ありがとうございます。